アクシアムはフリーソフトウェアの計算機台数システムである。システムには対話型実行環境、コンパイラとライブラリーが含まれており、強力な型付けによる数学的な階層構造を持つ型を定義している。アクシアムの開発は1971年に始まった。開発は IBM でリチャード・ディミック・ジェンクスの下で行われ、当時は スクラッチパドという名前であった。開発には、バリー・トラガー、ステファン・ワット、ジェームズ・ダベン・ポート、ロバート・スター、スコット・モリソンが加わっていた。1990年代に、ナグがスクラッチパドを買い取り、現在の名前やクシアムが付けられた。その後、2001年に商用製品としての販売は終了し、以降の開発、管理は、ティム・デイリー、ティム・ダリーに委ねられ、 中世 BSD ライセンスの下で公開されている。2007年にアクシアムから2つのプロジェクトがフォークした。どちらもオープンソースプロジェクトであり、その一つのオプアナキシームは同年8月13日に発足し、同年8月24日に最初のリリースを出している。もう一方のフリックス同年9月28日に最初のバージョンをリリースしている。 アクシアムは数日から数週間おきにパッチの形でバージョンアップをしておりバージョン番号を振っていない。アクシアムは文芸的プログラミングを試行している。アクシアムのソースコードは複数の巻に分かれておりアクシアムの開発サイトで公開されている。各館にはアクシアムの実際のソースコードが記述されている。現在公開されているものは以下の通りである。 アクシアムプロジェクトでは文書化に重点を置いている。また近年は解説ビデオでプロジェクトに関するアナウンスが最初に行われている。その解説ビデオはアクシアムの開発サイトで公開されている。その最初のビデオでアクシアムの情報発信に関する詳細が述べられている。アクシアムの開発プロジェクトは30年計画で行われている。まず第一に、 次世代の計算機を使う数学者にとって有用なソフトウェアとなるために必要な機能を実装することである。ドナルド・クヌースの文芸的プログラミング技法がアクシアムのソースコード全体にわたって使われている。開発にあたってはアルゴリズムの正しさを証明するために証明技術を導入する予定である。アクシアムにおいてはオブジェクトはすべて型を持っている。型は 数学的な構造であり、例えば感、体、多項式などがある。また、データ構造は、リスト構造、非構造、ハッシュテーブルなど、計算機科学のものが実装されている。関数は、引数として型そのものを取ることができ、型はその返り値にもできる。例えば、フラクションという関数は、引数として、インタグロルドミンを取り、その引数の分数からなる体を返す。 また、有理数からなる大きさ44の行列のなす間は、スキザーメイトリックスによって生成できる。その間での演算を行う場合、1は単位行列、a-1 は a の逆行列であると解釈される。複数の演算が同じ名前を持つことができ、それらは、オブジェクト指向プログラミングの場合と同様、引数と求められる、結果の型によって区別される。 アクシアムの拡張言語としてスパドと呼ばれるものがある。アクシアムに実装されている数学的な知識はすべてスパドで書かれている。アクシアムの対話的実行環境はスパドの概ねすべてを理解する。スパドはかつて A、続いてアルダーという名前で開発されていた。後者は現在もスパドの代わりにアクシアムから使うことができる。しかし、 アクシアムとは異なるライセンスで公開されている。対話的実行環境内では、型推定及び発見的探索法を用いることで、多くの場合に明示的な型付けを行わなくても、良いようになっている。また、ハイパードックというウェブブラウザに似た、ヘルプ表示システムを持っており、2次元および3次元グラフィックスを表示して回転させたり、明るくしたりすることができる。 Emacs 及び t e x m a x でもアクシアムモードが実装されている。アクシアムでは初等関数の積分法として立種のアルゴリズムが実装されている。ありがとうございます。